キリストイエス様、今日のこの礼拝の時をありがとうございます。8月は特に平和を心を合わせて祈る時、この礼拝の今朝、優しい優しい雨がこの芦屋の地には降っていました。癒しの雨、この傷んだ地を癒し慰める癒しの雨が天から降り注がれ、雨もそして雨を受けた大地もキリストイエス様を共に褒めたたえることをありがとうございます。神よ、あなたに作られたすべてのものがこの時響き合い、あなたの愛を共に感謝し褒めたたえますように、今日の礼拝を感謝してあなたの愛なる御名によって祈ります。アーメン。この8月は、長崎と、広島に原爆が落とされて今年で77年目となりました。そしてこの8月も原爆の日には平和を願う記念式典が持たれて、もう二度と核兵器が使われることがあってはならない、戦争がどんなに恐ろしいか、平和がどんなに尊いものであるかをみんなで思い起こして心を合わせて世界の平和のために祈りました。日本は今では平和ボケしているって言われることもあるんですけれども、こんな風に一つになって平和を祈る、そんな国を私は他には知りません。今ウクライナでは戦争の終わりが見えません。ロシアのプーチン大統領は核を使うこともあり得るという繰り返し言っています。それで今年の平和記念式典にはロシアの駐日大使は招かれなかったっていうことでしたけれども、自らこの広島の平和記念公園を訪れて原爆慰霊碑に花を捧げたと聞きました。そしてロシアは核を使うことはないと言ったそうです。今世界は分断されていますけれども、この8月という平和を祈るこの特別な時が毎年持たれてるっていうのは、もう日本だけではなく世界にとって本当に大切な時だと今年は特に思いました。そしてこの礼拝の初めに風の祈りを賛美しましたけれども、これは美津子さんが広島の地を訪れた時にその地に吹いている風の中から響いてきた賛美だったそうです。彼の地のね、吹く風の中にキリストイエス様が平和を祈っておられる、人々と共に、そしてその祈りを聞いてもう本当に切に切に主ご自身が平和を祈っておられる、そのことがこの賛美にも伝わってくる優しい優しい祈りの賛美でした。そして私は最近読んだ記事なんですけれども、まだ赤ちゃんの時に被爆してその記憶はないけれども原爆の恐ろしさを伝える活動をしているというある一人の女性のことが書かれた記事を読みました。そのお父さんは牧師で、原爆で孤児になった子どもたちを助けて、そしてアメリカ各地をね、講演して回っていたそうです。そしてある時一緒にお父さんとアメリカに行って、テレビ番組にね、出演した時のことだったそうですけど、そこに広島に
原爆を落としたエノラゲイの副操縦士の男の人がいたそうです。原爆のしか、あの、その原爆を落とした時のことを番組の司会者の人が彼に聞くと、その後ね、飛び去って、そして再び戻って街の様子を見てくるようにという指示を受けて、そして広島の様子を見た時に思ったそうです。神様、私たちはなんてことをしてしまったんでしょうか。そう話す彼の目からはね、涙が流れていたそうです。本当に原爆が落とされた地は一瞬にして破壊され、そして地獄のような苦しみをね、人々は体験しました。そしてその後も戦争は繰り返されて、そしてさらに破壊力のあるね、核兵器が作り続けられています。本当に人間というのは恐ろしい、本当に罪を持っているなって改めて思うんですけれども、でもそれを思うときに、ただ絶望するだけじゃない、キリストイエス様の十字架がもう本当にありがたいと思うんですね。そんな人間の罪の根源を処理するために、神は御子キリストイエス様をこの地に送ってくださったからです。イエス様は神の御子であられるのに、私たちと同じ弱い肉の体を持って、そして罪はない方だったのに、罪人扱いされて強盗と一緒に十字架につけられました。そしてその十字架の上で、私たちの身代わりになって、私たちの苦しみや孤独も絶望も、そして後悔もことごとく負ってくださった。そしてその十字架で主が最後に祈られたのは許しでした。その御言葉を読ませてください。ルカの福音書からです。サレ神戸と呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。このイエス様の許しが賛美になっています。共に歌います。Thank you.
十字架にかけられたイエス様のこの許しの祈りは、その時にご自分を十字架につけた者たちのためだけではなく、もう本当に全ての者、全人類のための罪の許しのためでした。聖書はこの十字架の贖いの御業、このたった一回きりのこの御業で、全ての者の癒し、許し、もう平和は完全になっていると言います。私も本当にもうね、私の思いをはるかに超えたこの十字架の力っていうのは、改めてこのピーター先生のリディーミングラブと贖いの愛の編集作業をした時に、改めて本当に十字架っていうのは人知をはるかに超えたすごいものだなということに改めて感動しました。私は神に出会ってからも、神がおられるのにどうしてこんなことがあるんだろうって、もういつもつぶやくものだったんですね。本当にすぐに目の前の問題を見て十字架を見失ってしまう、そんなものです。だから私は今あえて、たとえ何を見ても毎日イエス様は十字架でもう完全に癒しと許しを完成してくださったことを信じ感謝しますと、あえて口で告白するようになりました。そして最近ではここに賛美を、礼拝をありがとうございますってさらに付け加えています。広島に原爆が落とされて3日後、長崎にも落とされました。そして長崎の爆心地の近くにはカトリックの浦上、天主堂があって、もうたくさんのクリスチャンがね、そこに住んでいたので被爆しました。そして彼らはもう動くこともできないほど弱り切っていたのに、夕方の祈りの時間になると助け合って身を起こして祈りを捧げていたそうです。そしてそんな人たちも数日のうちには次々と死んでいきました。そこに医学生の浜清さんという青年が働いておられて、これは水子さんも話しておられましたが、もうその彼らのね、祈りを、それを見て、彼らはこんな残酷な目に遭わせた神にどうして祈るのかと怒りを感じたそうです。でもやがて何年も経ってからのことでしたが、彼らはあのような罪を犯した者たちのために許しを祈っていたのだと悟るようになった、そう言います。私はこの被爆したクリスチャンたちがもう消えかけたね、最後の命の灯火を持って捧げた祈りが、当時はこの浜青年は知性や感情では反発しましたけれども、その霊には届いていたんだと思うんですね。そしてもう天に帰ってしまわれたこの方たちの許しの祈りは今も天から響き続けていて、そしてこの風の教会につながれて、そして、許した前の賛美になったのだと思います。この、許した前、長崎の被爆したクリスチャンたちが祈っていたこの祈り、今1から6までバージョンがありますが、まず3までを共に賛美します。許したまで
この許したまえの祈りは、天と地が一つになって平和のために祈る賛美ですけれども、原爆を落とした人たちのためだけではない、もう自分も含めた全人類の罪の許しを許したまえ、そう祈る賛美だと思います。そして許されるか許されないかわからないのではなくて、もうすでに十字架で許しを完全に成してくださった、その方に捧げられている許したまえの祈りです。そして今日は戦争の犠牲となった方たちをみんなこの祈り の賛美に招きたいと思います。ちょうど昨日のペテロ通信にピーター先生は、戦争の犠牲者たちっていうのは、この戦争に関わらずにはいれなかった全ての魂のことで、戦争に駆り出された若い兵隊や軍人やその家族もみんな犠牲者であって、私たちはキリストの贖いの上にもうことごとく招く、そう書かれていました。本当に招きたいと思います。そしてこの許したまえの賛美、特にこの後半これから賛美しますけれども、この響きには私たちのために十字架の上で罪そのものとなってくださったね、そのイエス様が許したまえと私たちに代わって、そしてまた私たちと共に祈っておられている、その祈りでもあると思います。まず、最初4から6までを賛美隊が賛美します。まず聞いて、そして、合図が出たら共に賛美してください。Thank you.
Thank you.
リストイエス様、今この許しが、あなたの許しの響きが、天と地が一つになって、ここで捧げたこのあなたの愛の響きが、地の下のものにも届いたことを信じます。そしてこの地球の傷んだ地域にも、ここから流れていったことを信じます。あなたの許しがもうすでになっていることを感謝します。アーメン。8月の癒し礼拝のテーマは許しです。この礼拝のために祈っていると、もう天に帰ったおばあちゃんの顔が浮かんでくるんですね。ああ一緒に祈ってくれてるんだなって分かりました。私の父方と母方の祖父母は、韓国がまだ日本の一部だった時に、その韓国の南の島の済州島というところから日本にやってきました。済州島ははるか昔は独立国で、独自の文化と言葉があって、日本でのちょうど沖縄のようなところです。そして今は観光客がね、たくさん行くようなリゾート地になっています。父方のおじいちゃんはもう幼い頃に両親が離婚して、母親についていって、その母親が再婚した家では居場所がなくて、もう本当にとっても苦労したそうです。それで日本にやってきて、鋳物の工場で働き始めました。とてもね、腕の良い職人さんだったそうなんですけれども、その工場のオーナーさんはとてもよくしてくれる人だったそうです。そして私のおばあちゃんはね、済州島の海で海に潜ってね、サザエとかアワビとかウニとかのね、その海産物を取る海女さんをしていたそうです。もうおじいちゃんは本当に穏やかな人でしたけれども、その逆におばあちゃんはもう本当に気性が激しい人でした。もう誰それにね、バカにされたって言っては、いつも誰かと喧嘩してるんですね。でも孫の私にとっては大好きな優しいおばあちゃんでした。そして戦争が終わると、まだ父が生まれる前でしたけれども、済州島のふるさとにね、帰るって決めたそうです。で、日本での生活に決別して、済州島に向かう船に乗り込んだんですけれども、その船がもうきっとね、すんごいひどいオンボロ船だったと思うんですけれども、座礁してしまいました。それでアメリカ船に助けられて、命からがら日本に引き戻したそうです。そして再び日本での生活を始めることになりました。そしてこのおじいちゃんおばあちゃんのふるさとの済州島にはね、長く隠されてきた本当に痛い歴史の事件があります。戦争が終わった後、朝鮮半島はソ連軍とアメリカ軍に占領されました。そしてソ連とアメリカはこの朝鮮半島を北緯38度線で南北に分断したんですね。そして済州島ではこの南北統一の国を作ることを求めてデモが行われましたけれども、力で押さえつけられて、そして死者も出たそうです。そして終戦から3年後、南だけでね、占拠をして国を作るということになりました。済州島ではね、そんなことをしたら南北の国がね、分断してしまうって、選挙はね、もう一つになって北と南が一緒に選挙をするべきだって、その
反対する人たちが立ち上がったんですね。ところがこれも武力で弾圧され、そして南だけの選挙が行われて大韓民国っていう今の韓国が成立しました。そしてその翌月ね、それに対抗して北もね、別の国を作ったんです。それから朝鮮民主主義人民共和国ですよね。するとその後なんですけれども、この最終党のね、住民はね、みんなこの北を支持する共産主義者だっていうふうに見なされて、そして何の罪もない住民がね、無差別に殺されてしまう。そして女性もね、子どもも含めて約3万人も命を奪われたという事件があったそうです。ところがこの事件はね、韓国では長くタブーとされてきて、そしてようやく2000年になって韓国政府はその調査を始めてね、何が起こったかっていうことを調べて、その結果が出ると初めて韓国大統領による謝罪がなされたそうです。そして私のおじいちゃんとおばあちゃんは日本にとどまることになったんですけれども、私はそのふるさとでね、そんな事件があったなんて家族からも親戚からも聞いたことはありませんでした。そして私が住んでいた地域にはその時にね、もう最終島からたくさんの人たちが逃げてきていたということも私は知りませんでした。で私の父母も私も日本で生まれ育って、日本の学校に行って、そして韓国語は喋れないんですね、残念ながら。でその当時は今はもう家族みんなで帰化をして日本人になったんですけど、当時は特別永住権っていうのを持つ外国人っていう立場で、それで私は大きくなるとね、もう自分は日本人でも韓国人でもない、こんな根なし草の存在の自分は一体何者なのか、それが分からないと生きていけないって思うようになりました。それでいろんな研究会とかね、活動に関わるようになりました。でその時に出会ったある一人のね、日本人のおばさんから、あなたは最終島の事件のことを知らないとあかんって言われて、それで初めてこの過去のことを知りました。で私のおじいちゃんとおばあちゃんは日本語と最終島なまりの韓国語をまぜこぜに話していました。でおじいちゃんは私が小学生の時に亡くなったんですけど、一人暮らしになったおばあちゃんは字が読めなかったので夜間学校に通うことになって、それで家でもね、ひらがなとかね、漢字をね、勉強していました。もう年を取ってすぐに忘れてしまうのに、いつももう勉強していました。それで私も遊びに行っては字を教えてあげたりしてたんですけど、2000年1月のことです。ちょうど黙示録賛美が始まったばっかりのその後のことですけれども、おばあちゃんの家に行った時に、私はカバンの中に賛美の楽譜を入れてあったんですね。それでおばあちゃんにね、教会で歌ってる賛美を歌ってあげるって言って、そして聖なるかなアレリアの賛美を歌いました。それを歌っていると、こう神様の臨在がね、こうなんかその場に満ちてくるのを感じて、でおばあちゃんはね、私が歌うのを聞いて楽譜を覗き込みながらね、歌おうとするんですけど、難しいから何言うてるかわからんって言うんですね。それで私はイエス・キリスト我が神を一緒に歌うことにしました。私がこの賛美を1回歌うのを聞いて、おばあちゃんは2回目から
楽譜を一緒に見ながら歌い始めました。そしたらもう私はなんだか本当にとってももう嬉しくなってきて、もう楽しくなってきたんですね。でおばあちゃんももうすごく楽しそうでした。それで賛美を終わった時にね、おばあちゃんがね言うんです。自分はもう85歳やからキリストを信じたいけどもう遅いなって言うんですね。それで私はおばあちゃん遅いことなんかない、おばあちゃんもイエス様を信じることができるねんでって言って、そして一緒にね信じるお祈りをすることにしました。それでおばあちゃんに祈るから後に続いて言ってなって言って、イエスキリストを信じます言いました。おばあちゃんは何も黙って言わずに目をつむってこうやってじっとしてるんですね。それでおばあちゃん後に続いて言ってって言って、私はもう一回祈りました。それでもまだおばあちゃんは黙ってじっとしているので、もう一回おばあちゃん後に続いて言ってな、そう言うと、おばあちゃんはいきなりついていきます、ついていきます、どこまでもついていきますって言ったんです。私は本当にその祈りを聞いて、そしてイエス様を信じるお祈りをおばあちゃんと一緒にしました。でおばあちゃんは洗礼も受けるっていうので、ラーメン鉢にお水を入れて、それでおばあちゃんの頭に水を落として、そしてイエス様の洗礼をしました。おばあちゃんは洗礼を受けると胸がスーッとしたわと言って喜んでいました。そしてもう私が帰ろうってしていた時のことです。もう部屋の戸を開けて、そしてもう出ようとしていた時のことだったんですね。いきなりおばあちゃんが自分には罪がいっぱいあるって言ったんです。そんな言葉がおばあちゃんの口から出たことに私は驚いたんですけど、ばあちゃんもうイエス様信じたから全部罪は許されてるんやでって言ったら、なんか悲しそうな顔をしていたおばあちゃんの顔がね笑顔になりました。私はあの時どうしておばあちゃんがあんな風にね突然自分の罪のことを言ったのか、もう本当に不思議だったんですけれども、イエス様を信じてこの洗礼を受けてね、胸がスーッとするほどの癒しと許しをおばあちゃんが受けた時、もうキリストの光でねいっぱいに満たされたから、この自分の罪が見えてきたのかなって思います。そしておばあちゃんは本当にこの地上の人生の中ではねいっぱい苦労して、そして喧嘩もいっぱい起こったりとかしてきて、本当に不器用な人でしたけれども、このキリストイエス様のね愛の中にあって、もうおばあちゃんの人生が本当に美しくて愛おしくて、もうすべてが良しとされてるっていう喜びが今改めて迫ります。本当に罪は許されているっていうのはもうすごい嬉しいこと、喜び、このイエス様が言われたあなたの罪は許されたの賛美を共に歌います。My son, your sister My soul, your soul.
あなたの罪は許されたというのはマタイ2章の御言葉から生まれた賛美です。ここでは中部の男をイエス様に癒してほしいと願った人たちが、イエス様のいる家の中はもう隙間がないほど人でいっぱいだったので、もう屋根に登って屋根を剥ぎ開けて、そこから床に寝かせたままで吊り下ろしてイエス様のもとに運んできました。その中部の男を運んできた者たちのその信仰を見て、イエス様は中部の男に、来よ、あなたの罪は癒された、そう言われました。この言葉を光子さんが思っている時に響いてきたこの言葉があったそうです。それが、地球よ、あなたの罪は許された。そしてもう一つ、私が願うのは賛美が地球を覆うだけではない、地球が賛美そのものとされることである。今本当に地球は瀕死状態というほどに傷んでいます。もう温暖化は進んで、世界各地あらゆるところが異常気象の自然災害に襲われています。干ばつや熱波による山火事、またはたまた大洪水の水害、最近でも日本の東北の地が大きな被害を受けました。そして巨大地震もいつ起こるかわからないって言われてます。またこの世界には不穏な空気が満ちていて、中国は台湾を取り囲むように大きな軍事演習をして、そして沖縄の近くの海にもミサイルが落ちました。もう本当に今は終わりの時だと思うような混乱が満ちた、そんな時代になりました。で、私たちはこの風の教会で、また世界各地の共に祈り賛美する人たちと、この世界中の問題のために、地球のために祈っていますが、もうこれはこの地球を丸ごとね、イエス様の身元にも運んできて、イエス様の許しを注いでもらうのと同じだと信じています。そして今回
この礼拝のために地球をあなたの罪は許されたという賛美を美津子さんにリクエストしたんですけれども、ちょうどその時のことでした。関東の集会リーダーの津田妙子さんからその見た夢の話をその妙子さんが見た 夢の話を私は聞いたんですね。こんな夢だったそうです。朝目が覚めると夢の続きのように祈っていて、地球がまるで赤ちゃんのようになって自分の腕の中に抱えていた。で、その地球の息はもう絶え絶えで、ああこのままでは地球が死んでしまうと思って、助けてください、天から特別の医療チームを送ってください、そう力の限り叫んでいると、そこに主が立たれて、お前は私にそれができると思うのかと静かに聞かれたそうです。あなたにできないことはありません、地球を御手に返しますから癒してください、私の罪のせいで地球がこんなになってしまいました、地球が死んだら私も死んでしまいます、もう私の永遠の命はいりません、そう言うとその方はじっと見つめられていたそうです。そして妙子さんが自分の腕の中の地球に向かって、愛している愛している、そう言い続けていると、この目を閉じて動かなかった地球が、赤ん坊の地球が手足を動かし始めて、そしてにっこりと笑ったそうです。この夢を見た時はね、もう涙と鼻水でぐしゃぐしゃになっていたそうです。津田妙子さんはこの夢を見て風の教会に電話してきてくださって、そして関東窓口の鎌田さんがこの話を聞いてくれました。で、鎌田さんは昨日の礼拝の賛美練習担当もしてくれたんですけれども、ちょうど私が地球をあなたの罪は許されたっていう賛美をリクエストしていたので、これはどういうことかっていうのを考えていたので、この夢がまるでつながっているように思ったそうです。そしてこんな感想を言っていました。息も絶え絶えの地球を抱きかかえ、私たちは愛している愛していると主の賛美を吹きかけている。本当に許されなければならないのは私たち人間なのに、その私たちが神の息を預かっているなんて、なんとすごいことかと思ったそうです。ところで先ほどのマルコ書でイエス様が中部の男を癒された時、この中部の男はね、中部っていうのはこの脳卒中の後遺症で半身不随になる病ですけれども、このね病があなたの罪は許されたって言われた時にね、もうたちまち治って、それでこの男はみんなの見ている前でもう起き上がって、自分の床をもう取り上げてね、そしてスタスタ歩いて家に帰ったっていうんですよね。でもこの時イエス様はこの男にあなたの病は癒されたとは言わずに、あなたの罪は許された、そう言われたんですね。そしてそれはご自分が地上で罪を許す権威があることを、罪を許す権威を持っていることをあなた方が分かるためであるって言われました。その罪を許す権威を持っておられる主が十字架で死なれてよみがえられた時にはね、弟子たちに現れて、その息をこの吹きかけられて、そして言われたんですね。今度はこう言われました。あなたが許す罪はどんな罪でも許され、許さずに置く罪はそのまま残るであろう。
よみがえりの主に出会ってその息を吹きかけられたものは、この罪を許す権威が与えられているっていうことですよね。権威っていう言葉はもういかめしいし、神になり代わってね、許すなんてもうなんて大それたことかって思うんですけれども、でも今回この主から吹きかけられる息にね、許す力があるんだっていうことに気がつきました。そしてその息とはこの天の賛美です。本当に許されなければならないのは私たちなのに、私たちはイエス様に許されて、そして復活の息を吹きかけられて、私たちの罪のために傷ついてしまった地球のためにね、今度はこの賛美をもって神の復活の命の息を、愛の息を、この許しの息を吹きかけるんだ、そうするものとされたんだと思います。ではここで新しく与えられた地球よ、あなたの罪は許されたを賛美します。地球は私たちと運命共同体です。この地球が丸ごと賛美に癒されますように、賛美そのものとされますように、そしてこう祈り賛美することが、神が人に地を支配せよと命じられたその願いなのだと信じます。賛美します。地球よ、あなたの罪
から共にキリストイエス様の癒しを祈りたいと思います。しばらくの間この賛美の響きの中祈りを共に捧げます。キリストイエス様、あなたは私たちの内に抱える思いをすべて口に出す前からご存知です。そして私たちのためにあなたが一人一人のために祈ってくださっていることをありがとうございます。地球、この全宇宙の癒し主であるキリストは私たちのどんな小さな問題の一つ一つも見逃されることはない、忘れることはない方。主よ、あなたの一人一人に与えられ注がれているこの癒しをありがとうございます。今日は自分のうちの隠れた思い、こんな思いは誰にも言えない、そして分かってもらえない、理解されない、そんな隠れた思いにも主よ、あなたが光の中でその優しい癒しを注いでくださっていることをありがとうございます。自分は誰からも忘れられている、そう思っても、このイエス様は忘れてはおられない。私に忘れることはない、お前は私が見つけ出したものである、そう言ってくださることをありがとうございます。主よ、一人一人の体のその傷んだ部分にあなたの癒しを注いでください。そして原因がはっきり分からず、どうしてよいのかわからない体の不調にもあなたはご存知です。癒しをなしてくださることをありがとうございます。そしてこの世界のウクライナだけではない、さまざまな紛争や戦争があります。私たちが知ることもないところで起こっていることもある。主よ、そこにもあなたの癒しは届いていることを信じありがとうございます。どうぞ最も貧しい国々に、最も傷んだ人々をあなたが漏らすことなく十字架の癒しを注いでくださりますように。この平和を祈るこの8月の癒し礼拝に、特にあなたの癒しを信じ、そして感謝して祈ります。アーメン。この賛美の響きは場所も超え、そして時も超えて、届かないところはどこもありません。私はこの風の教会で礼拝するようになって1年ぐらい経った時のことでしたけれど、この街道で賛美していると、急におじいちゃんとおばあちゃんのいろんなことがもう次々に浮かんできたことがありました。ああ、ここに来てるって分かりました。おばあちゃんは風の教会ができる半年前に天に帰っていました。おじいちゃんは
まだ私がキリストに出会う前、おじいちゃんもキリストを信じることなく天に帰りましたけれども、もうそのね、懐かしい存在のふるさとであるね、イエス様の愛のもとに帰っているってことが分かりました。もうそしてね、一緒に賛美して、もう共にこのよみがえりの命の中に生かされてるんだっていうことが分かったとき、もう本当に嬉しくて涙が止まりませんでした。聖書にはこんな約束があります。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。私がキリストを信じるようになって、それまで私の家族を覆っていた重たい空気がね、軽くなりました。で、私の両親はまだキリストを信じず拒んでるんですけれども、それでももうすでに救いの中に置かれていると私は確信しています。そしてこの御言葉が言う神の家族、神の家族っていうのはね、本当に神の家族のことで、私のこの肉の家族のことだけじゃなくて、神が作られた全てのもの、あらゆる民族、国々、もう動物や自然といった自然も、もう地球丸ごとが神の家族であって、そして一つになってね、この神様を喜んで褒めたたえる、そのことが神様に願われていて、そして私は、あ、本当にそうだっていうことをこの風の教会の宇宙礼拝の中で知りました。そしてまたある時、この風の教会の礼拝の中でしたけれども、この賛美の癒しの風がね、最終塔にも吹いてるっていうことが分かりました。するともう本当に虐殺された人々、ひどい苦しみを受けた人たちがね、なんかみんな光になってね、こうもう喜びに体を震わせながら共に賛美して礼拝しているこの光景がうわーっと浮かんできて、もうびっくりしたことがありました。私は小さい頃から、どうして自分は今ここに存在してるんだろうって、不安に思うことがあったんですね。そしてだんだん大きくなってくると、その存在の不安とか虚しさが膨らんできて、そしてやがてはこの表面的にはね、平和な社会や幸せそうな家族や人々、そして自分自身の中にも何かこう実は狂気が隠されていて、何かきっかけがあったらね、暴れ出すんじゃないかっていう、そんな恐れがありました。そして今思いますけど、それは最終塔のね、痛ましい事件のことは私は知らなかったんですけれども、それと関係していたのかなって、この無意識のね、私の記憶の中にもそれが刻まれていたからではないかなと思います。でもそんな私がキリストに出会い、この賛美で全てが完成する、もうキリストの十字架の愛だけでもう十分であるって言えるほどのね、愛が賛美の中に表されているこの子羊の群れに出会って、賛美の中で深く癒されて、この人の最も深いところに隠されているのは実は賛美の響きだったんだ、知るようになりました。神は全てのものを作られましたけれども、その作られた全てのものの中に、その最も深いところに実は賛美の響きを隠されていた。このキリストのね、愛を喜び褒めたたえるこの賛美の響きによって、全てのものは一つとなる、平和がなると信じています。そしてこの1年はもうアレルヤの大洪水の続いている時となってますけれども、
この美津子さんを通していろんな人の証や日々のいろんな事柄からもうアレルヤの賛美が生まれ続けていて、私はその一つ一つの賛美からね、私たちが通される痛みや苦しみや孤独やもう闇とかね、いろんなものがありますけれども、もうそのことごとくはすべて賛美とされると、そのことを見せられています。地球上に生きるすべてのものはね、本当にこの同じ神の命に生きる神の家族だから、一つのところが痛めばすべての全体が痛む。そして私たちがこの賛美の響きに響き合うときに、神の家族が本当に一つとなって癒されると信じます。最後に、解き明かしを読みます。この者たちは私の愛する者友である。私のために戦う者たちである。しかし戦うとは私の喜ぶことをなすことである。賛美の洪水を起こす者、私が賛美に使わす者、私の喜びを運ぶ者、全ての喜び、全てのものを喜びに満たすものである。戦うというのは武器を持って敵を殺すことではない。私と共に喜び、喜びを持って敵を生かすことである。共に喜ぶものにすることである。私も共に賛美する。賛美を与えてくださった神様に感謝を捧げます。愛の主イエス様、あなたの愛をありがとうございます。あなたはこの贖いの愛の中にすべてのものを取り込み、対立するものも滅ぼしてしまうのではなく、この贖いの愛の中に響き合うものとし、まことに生かしてくださる、そんな愛をありがとうございます。この天の賛美の洪水を感謝し、あなたを賛美することができるこの喜びを感謝し祈ります。
アーメン。神の愛、御子の平和、御霊の祈りがすべてのものに
注がれてあることをありがとうございます。愛なる願いが、その願いが全てのものにすでになったことを信じ感謝し、この礼拝の時を感謝して、皆によって祈ります。アーメン。